この時間は2月22日に沖縄大学で行われたシンポジウム常識をやめる実験の模様をお送りします。このシンポジウムの中で FM ギノワンで毎週木曜日に放送されておりますデイジチャーコロビーカフェの収録番組が開催されました。デイジチャーコロビーカフェはギノワン市地域活動支援センターハピワンのメンバーが MC をする番組で、みんな生き生きと自分のこと、病気のことなどを話す番組です。それでは早速シンポジウムの模様をお聞きください。お時間となりましたので、これよりシンポジウムとなりますデイジチャーコロビーカフェとまともが揺れると題して、さまざまな立場からそもそも福祉って何だっけとか自分らしさってなど普段の違和感についてラジオ番組風に語り合います。なおこのシンポジウムはコミュニティラジオ FM ギノワンの公開収録となり、後日放送予定です。シンポジストは講演に引き続き NPO 法人スイング理事長の木野戸正幸さん、 NPO 法人アミ九州沖縄ブロック理事であり一般社団法人手と手理事長の村上大作さん、宜野湾市地域活動支援センターハピワンよりマスクマン、マスクマン2号さん、夏美さん、健太さん、進行は宜野湾市地域活動支援センターハピワンの金浜が務めます。壇上者の皆様、金浜さんよろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。ただいまより後半の方に入ります。シンポジウムという形で、先ほどの前半のお話を含めて、今皆さんの目の前に登壇していただいている方々のお話を通して、さらにちょっと今回のテーマ常識をやめる実験ということについて、はい、今登壇している方々が感じる部分を発信して、そしてさらに深掘りできればなと思います。まず自己紹介もしたいんですけども、引き続き木野戸さんにはシンポジウムの中にも入っていただきながら、新たに入っていただく方々については順番よく、はい、自己紹介を含めてご案内をしていただきながら、うん、実際に自分の中に感じている言葉であったり、ちょっと皆さんと共有したい、お裾分けしたい気づきだったり、そういったものをちょっと発信していただけたらと思います。では最初のトップバッターはアミ沖縄ブロック理事の村上大作さん、ちょっと今ラジオ番組という形ではあるんですけども、登壇していただく方々にはそれぞれ順番よく自己紹介を含めてですね、それぞれの思いを語っていただきます。まずはじゃあちょっと待ってくださいね。電気は消せますかね。ありがとうございます。すみません、じゃあ健太さん、プロジェクターの方の見えますか皆さん。電気はこのままいいですか、進めていいですか、皆さん見えます、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ村上さんお願いします。はい、福岡県は糸島市から来ました、村上と申します。今日は常識をやめる実験ということで、新法なんですけど、最初はまず自分の発表というところから始めさせていただいて、それから新法に参加したいみたいと思います。少しお時間いただいてますんで、お付き合いの方よろしくお願いいたします。まずうちの法人ですね、一般社団法人手と手、法人の理念はですね、出会えてよかったと思ってもらえる私たちでありたいっていう、ちょっと短いんですけど、これが法人の理念になってます。自分ですけど、まずは高校1年生を2回して、中退しまして、27歳でですね、高校を卒業してます。17で季節工って言ってですね、工場で勤務して、大阪のタコ部屋っていうところで土木をしてですね、それから10年ぐらい看板業をして今の障害福祉になってます。
30年間芋焼酎でですね、昨日こちらに来たけど、青森でなく、コンビニで黒霧島を買ってですね、飲みました。持ってる資格です。ガス溶接免許とかですね、電気溶接免許とかそういったものを持っています。趣味ですけど料理、世代が合う方は分かるでしょうけど、料理の鉄人、これ毎週欠かさず見ていました。魚釣りはもう毎週行ってますね。あと波乗りの旅行が好きでですね、28の頃は、沖縄ですね、コザの中野町でアルバイトしながらですね、半年間、サーフィンで住んでました。職歴は週に3回豚骨ラーメンというところで、現在は糸島市でグループホームをやっています。僕らがやってることっていうのは目に見えないことでですね、さっきも言われたけど福祉ってなんだっていうのは、福祉っていうのは辞書で引くと幸せと出てきます。ただ幸せの形は人それぞれなんだっていうところで、うちのグループホームの方で、利用者の思う幸せであり支援者の思う幸せでないではないっていうのをいつも考えてます。どうしてもこちらがこうしていくと彼は幸せになるんじゃないかとか、これが良かれと思ってるんじゃないかっていう、支援者側の幸せをですね、利用者に与えたり求めちゃうっていうところがあるんではないかと思います。幸せって、そんなに難しいことではなくて、辛いっていう漢字を書いてもらってですね、辛い状況に何かが一つ足される、棒を一つ入れると幸せになったりですね、これを数字みたいな形で分解すると、プラスマイナスイコールはマイナスプラスなんだっていうところでですね、幸せって何か極端に大きなことではなくて、泣いたり笑ったり転んだりつまずいたりしながら平凡なんだっていうのが幸せなんだと、いつもグループホーム職員で話し合っています。あと先ほどの話にも少しあったんですけど、支援する側される側からスタッフメンバーの関係っていうことで、僕は精神の授業をずっとやってますんで、スタッフとメンバーの言葉ってよく使うんだと思います。僕はこの言葉って分かりやすいしいいなと思ってます。例えばメンバー、バンドのメンバー、劇団のメンバー、AKB48 のメンバーとか、メンバーって言いますよね。その時、その方々がステージに立つ時何をするかってスタッフがいるんですよね。照明さんになったり音響さんになったり、机を並べたりコードをさばいたりですね、時にはチケットを売ったり会場を作ったりって、ただどちらかいなくては、どちらかがいなかったら成り立たないんですよね。地域生活っていうステージに立つ時、スタッフとメンバーが一つのステージを作り上げていくって分かりやすい言葉だなと、スタッフメンバーの言葉っていうのを思っています。僕はグループホームだからですね、グループホームのお仕事ですけども、駆け足でいきます。うちは一人 2DK のアパートタイプなんですよね。福岡でもなかなか 2DK で一人っていうのはあまりないんでしょうけど、ですんで毎日顔を合わしますけど、ずっと四六時中一緒にいるかっていないんで、夜勤者が朝のコールをします、電話と毎日の訪問ですね、と朝夕の食事、夕方に食べに来て朝食を持ち帰る、電子レンジでチンできるタッパーに汁ご飯おかずっていうのを持って帰っていただいて、それぞれの時間で食事をしていただく。あと通院の動向ですね、これ結構要だと思います。僕はずっとグループホームをやってきて、今、糸島でグループホームを作ったんですけど、通院の動向最初からずっと言っとかないと、行ってない人に調子が悪くなったから今度一緒に行っていいかななんて言っても絶対行けないんですよね。うちのグループホームは今ずっと通院の動向をやってますんで、グループホームの人と行くもんが当たり前だっていう感覚になってくれてますんで、一緒に行ってます。見てたらですね、診察を受けたらどうかね、普通です、最近は普通です、そうかね、はい、薬は出しておきましょうって、そういう診察が多くてですね、なかなか伝えられない、
何か言うと薬が増えるんじゃないか、そういうところもありますんで、僕らがついていくと、いや最近は笑顔も多くて活動的に社会参加できてますよとか、逆にですね、最近は元気がないですよとかいうことをドクターに伝えていけるっていうのはいいことだと思ってます。あとは夜の電話ですね、お休みコール、あと余暇活動やその他もろもろっていうところで、余暇活動ですけど、うちの職員がですね、村上さん今度の休みの日メンバーと山登りに行っていいですかっていうから、はいどうぞっていうところで、近所のですね、二条岳っていうところにスタッフの企画でメンバーと一緒にですね、山登りに行ってきたっていうところで思ってます。やっぱり僕仕事しててこう自信持って言えるのは、メンバーとスタッフの笑顔が僕の幸せなんだっていうのが、グループホームの中でですね、立ち上げてよかったなと思うところであります。手と手の食事、すいません、息子が好きすぎてですね、つい息子の風景を入れましたけど、これは糸島の食材の日っていうのを作りました。糸島で採れた食材を、出そうっていうところで、うちの農家の職員さんが作った、お米であるとか豆腐である、糸島さんの卵焼き、僕が釣ってきたサバの南蛮とかですね、そういうものをお品書きを書いてですね、どこどこさんのどうですよっていうところで、まあ糸島さんなんですけど出しました。これはクリスマスですね、グループホーム手と手の冷蔵庫ですけど、奥にあるのノンアルコールビール、これはメンバーがですね、年に2回、メンバーミーティングっていうのを年に2回しかしてないんですけど、いろいろルールを決めたりする中で、グループホームにノンアルコールビールを置こうっていうところになってですね、今置かれてます。これは誕生日会でですね、誕生日会って何するかというと、メンバーが何が食べたいって言った時に、そのメンバーの食べたい、食事を作るっていう時ですけど、この日はですね、ちょっと僕らには無茶な注文があって、何が食べたいって言ったらフランス料理が食べたいって言われたんですよね。まあフランス料理だったらとりあえずフランスパンだろうっていうところで、フランスパンだったりトマトだったり生ハムだったりですね、生ハムの下にあるのは僕が潜ってきた取ったアワビをですねスライスして出してるんですけど、まあちょっとフランス料理っぽいかなと思うんですけど、残念なのが右の魚ベーコンで巻いてるの、あれカラフトシシャモですね、ちょっとあれでしたけど、まあメンバーの方も喜んでくれました。はい、それとこれがおせちなんですけど、例年ですけど、31日大晦日の日に、来れない日スタッフはもうその前に持ってきますけど、スタッフが一人一品持ち込んでくるんですよね。でそれをお重に詰めて、夜勤者が元旦の朝、その日は朝食は持って帰ってもらうんではなく、朝に、スタッフが新年明けましておめでとうございますを届けようというところでですね、スタッフ持ち寄りをおせちを始めました。うちの職員にはもう言わずとも分かってるんですけど、時々、クリスマスとかですね、クリスマスらしい料理を食べさせてあげようとかですね、そんなことを思った時点でクリスマス料理じゃなくなるんだよっていうことは、スタッフ間で話してます。何上からクリスマスらしい料理食べさせてあげようなんて言ってんだと、クリスマスっていうのは、メンバーに僕らが料理をプレゼントできる日なんだと、僕らが、サンタになれるわけではないけど、クリスマスっていう料理を僕らがプレゼントするんだっていうところで、おせちもそうですね、やはりレンコンは先が見通せるだとか、エビも腰が曲がって曲がるまでとか、いろんな思いがある中でですね、そこを僕らが明けましておめでとうという言葉で届けるという意味でですね、そういう気持ちを持って、料理を作ってます。15分ということで、あともう3分しかありませんで、最後皆さんにですね、お伝えしたい、言葉でお手紙になります。アミ九州沖縄ブロック研修会にご参加いただきありがとうございます。福祉人として研修を続けていくことはとても重要です。各地では台風の被害や大雨の被害がありました。今後も災害はあるのかもしれません。日中系の授業であれば台風などの災害などには急所もあるのでしょうが、グループホームやホームヘルパーといった暮らしを支える事業には台風も大雨も大雪もあまり関係ありません。
住まいと暮らしは重要であり、天候や職員都合では休めないものでもあります。最後に共同作業所所長の頃から職員の方に伝えている産経の理念です。とある研修会で習った受け売りのものですが、今でも自分の福祉の仕事を支えてくれている産経の理念です。当時の職員の方にはこれを理解し実践できていたら、他はその方の支援スタイルで自由に構いませんとも言っていました。言い過ぎかもしれませんが、大きく間違った対応はないのだと思っています。というところで 3K の理念です。1つ目の K、利用者に感謝する。利用者が自分支援者の生活費を支えてくれていることにまず感謝する。障害が個性的な方、支援が難しい方、その方たちが自分の支援スキルを上げてくれていることに感謝するが一つ目の K で、二つ目の K、利用者のに共感する。行動や気持ちや症状を否定せずに共感することということでですね、ここはどんな場面でも共感で対応していこうと、二つ目の K です。それと 3K です。利用者にはいつでも謙虚であれという、この 3K の理念でですね、あのグループ法も、やっています。最後、沖縄の某サーフポイントです。僕サーフィン好きだからですね、沖縄ってものすごく日本の中でもですねすごい波が立つところなんですよね。はい、わけの分かりない終わり方になりましたが、ご清聴どうもありがとうございました。はい、村上さんありがとうございました。ちなみにこれ本当に沖縄ですか？はい、これは石垣のとあるポイントですね。石垣の、あ、そちらの方で、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では村上さんに引き続き、はい、自己紹介と、はいはい、その思いをお話しください。マスクマンです、よろしくお願いします。ありがとうございます。何を言えばいいのかな。波すごいですね、乗ってますね、すごいですね。すごい以外はあと何を言えばいいですかね。あ、波の話じゃない、自分の自己紹介ですか。自己紹介なんすかね。自己紹介、何を今更、昨日からじっくりとそれを練って、今日この場に登壇してると思うんですけども、はい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 、じゃあ自己紹介でさっき落書きして、はい、以上ですね。どうもすいません。で、はい、会場の皆さんが何をしてるかよくわからないと思うので、はい、あ、すいません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か言いた、よくわからないところがあるかもしれないですけど、ちょっとゆるふわで解釈していただいたらよろしくお願いします。はい、失礼しました。回さないの？めんどくさい。あれ、もう終わったの？いいの？終わりでいいですか？いいですかって、いいの？後でなんかクロストークみたいなのをするんですよね。後で、まあ、今もうじゃあ、もうマスクマンの感想とかは後で言えばいいかなと思ってるんですけど。今打ち合わせしてる感じですか？はい。はい。ああ。はい。じゃあ終わり？はいはい、終わりです、ね。じゃあ、はい、お隣よろしくお願いします。はい、こんにちは。マスクマン2号です。ハピワの利用者です。よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは。中村夏美と言います。病名が解離性障害っていう、なんか多重人格みたいな病気を患ってるます。それとこの前ちょっと先生の診断書みたいなのを見たんですけど、そこに高度肥満って書かれてました。肥満って病気なんですか？やばくないですか、肥満って。高度ですよ、しかも高度っていう感じで、で私の中に人格が17歳のサイリーっていう女の子と6歳の僕、9歳のナンシーで、年齢不詳のメガネ
25歳の七子っていう5人の人格がいます。で、そういう自己紹介漫画を書いたりしたりして、向こうの方に立ち読みできるように語ってあるので、時間がある方はどうぞ読んでください。で、誕生日は7月で、前夜祭、当日祭、後夜祭と3日間行います一日でも楽しい日が多いのがいいので、そんな感じでやってます。で、最近幸せってなんだろうって思って、楽しいことだと思いました。幸せイコール楽しいことって、シンプルに楽しいと思える心を持ってることが幸せだなって思ってますですね。そんな感じでですね、好きなことはカラオケとか漫画を描くとか、人の話を聞いて一緒にゆんたくすることが好きですね。で、嫌いなことはタバコのポイ捨てとか、道に端を吐く友達がいるんですけど、道に端を吐く友達がいるんですけど2回言っちゃっただから その人彼女募集中なんですよ。彼女募集中なんで女の子紹介したいんですけど、なんせ端吐くんで紹介できないんですよね、やっぱり。じゃあそこ直してほしい。そしたら紹介ちょっと考えたいと思ってますで、はい、まあ、やればできる子中村夏実、褒めて伸ばして中村夏実、伸びしろ広いぞ中村夏実の3連単でお送りしております。今日も元気に、病気中です。あと、それとあの隣の健太さんの彼女やってますよろしくお願いします。中村夏実です。よろしくお願いします。やっぱ拍手多いですね。じゃあ健太さんどうぞ。はい、彼氏の中村夏実の彼氏やってます、久貝健太と申します。ですね、僕はハピワンの利用者ではないんですけど、まあ、中村夏実さんと入院時にちょっと病院の方で知り合ってから、こうやって、ハピワンの、皆さんとつながるようになって、まあ、なんていうか、こういう貴重な経験をさせてもらうような、ことが多くなりました。まあ、病気としては、まあ、自業自得の面が大きいんですけれども、20代前半ぐらいからギャンブルの方にはまりまして、そこから、まあ、現在に至るまで、ずっと続けてきて、ちょうど昨年ですね、昨年入院して、そこで、ギャンブル依存症であるのと同時にうつ病でもありますというふうな診断を受けて、まあ、今に至って、そこで一度入院して退院して、またちょっと起死燃料というか自殺願望が出てきたことをきっかけに、また再入院して、そこでお医者さんの助言をもらって、一度家族と離れて生活をしてみてはどうかということで、今はグループホームの方にお世話になりながら、生活訓練施設の通所もさせてもらいながら、うつ病の回復、依存症の回復を、主にしているという形で、やっています。で、そうですね、常識をやめる実験ということで今日のテーマやってるんですけど、まあ、そういう意味では昨日一昨日ぐらいに夏実さんから結婚しようって言われててそれってそれは持つよねマイクちょっとねと思ってる状況ではありますね。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何でしょう、何か言った？よろしくお願いしますと。はい、はい、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。今ちょっとあの若干さらっとこう流された感じですけど、結婚しますとか、うん、ね、これってこういった公の場でね、そんなちょっと、しかもラジオの収録のね流れでこう言っちゃうっていうのは、まさにこうね、常識をちょっと枠を超えたような、うん
しますじゃないですよ。あ、しますじゃなくて、してくださいですか。あ、ごめん、なんか どうなのかなって今話をしてる最中です。あ、そうなんですか。これある意味常識をやめる実験なのかな。あ、どうなんですか。わかんないですけど。いやなんかちょっと言っちゃうと、あの、言っていいですか。どうぞどうぞ。ちょっと言っちゃうと、はい、実はあの先週私自殺未遂して多量服薬して入院してたんですよ。で、そして先日この人が自殺未遂したんですよ。今度で多量服薬して、で連絡がパッタリ取れなくなって3日間ぐらい、2日3日、それでもうね、悪い知らせがいつどこから入ってくるかも私はヒヤヒヤで、でその時に、あ、結婚しようと思ったわけですよ。すごいはしょったね今ね。ドラマチックですね。ちょっと分かんないですよね、なんか、うん、いやだって人間いつ死ぬか分かんないし、うん、もうなんか、うん、ね、できることはやっとこうと思って、それで、うん、あのリアルな話、もう彼女でいる限り物理的に距離が離れてたりもするし、家が離れてたりもするんで、彼を守れないってそう思ったんですよ。そう、それで、まあ、短絡的で、まあ、衝動的な高い発言ばかりしてますけど、ね、皆さんが納めてくださってる税金からその障害年金とかもらいながらも、でもこんな不安定な2人が結婚みたいなのってちょっとどう思いますか。ちょっとやばいですか。いや、やばいでしょ。やばいですか。やばいと思って手を挙げてください。ちょっとだから俺もやめとけっつってん。やばいのか、そっか、心配な人多分、うん、いっぱいいると思うね、周りにね、うんうんうん、そうですね、うん、でまあ、こちらからは以上です。あ、はい、ありがとうございます。若干ちょっとね、みんなあーみたいな感じのものとすごくワクワクするのもあるんですけども、うん、ね、さっきからちょっとマイクをこう握って発言を待ってるマスクマン、なんか言い足りないことだったら今のそのお二人の話を聞いて、あー羨ましいですね、はい、どうして、え、いやいや、求愛のダンスをしてるわけですよね。求愛のダンス、求愛のダンス、相手がいないですからね、本当に。相手はいない、相手がいない、いないですね。何が相手がいないっていうのは、何が、そういう求愛のダンスを踊る相手がいないですからね。え、誰が、このマスクマン。あ、マスクマンが、ええ、あ、もしかしてあなたタンを履きます。はい。そういうことではないですか、大丈夫ですか。タンを履く友達がいる、はい、じゃあちょっと地べたが憎たらしいなって思う時がちょっとあるかなみたいな。あ、地べたが憎たらしい時だけタンを履くっていうことなんですね。はい、なるほど。今日のテーマが常識を挙げる実験ということで、はいはいはい、僕まあ、シンポジウムをこう開催するときにここにこの阿美九州沖縄ブロック、はい、in 沖縄常識を挙げる実験ってこう書いてってイメージしたんですけど、これなんですかね。なんすかね、これちょっと違いますよ、なんか情報伝達がすごくね、こう。そうですね、これもね、なんかすごく作りなくてちょっとびっくりしたんですけどね。そう、すみません、どうも。これちょっと、まあ、ね、ラジオ番組のこの収録ということもあって、音だけ少しね、また聞こえるということでね、山下さん、なんかこの今回は動画の撮影っていうのはない感じなんですよね、はい、確かね、はい、にもかかわらずちゃんとこうマスクマンはいつもの通りこうマスクをつけるみたいな。そうですね、はいはい、恥ずかしがり屋なんですよね。通常はね、YouTube で動画配信をしているっていうことなんですよね。HD です。え、恥ずかしがり屋のデブです。え、ちょっと聞こえます、大丈夫ですか皆さん。いや恥ずかしい、すいません。あ、そうなんですね、まあ、そんな、マスクマンのこう雰囲気が、目立たないように今マスクかぶってるんですよね。そうですね、うん、はい、ヒロさん どうですか、なんかこういう面々を見てなんかちょっと急に振りますけど。急にですね、はい、うん、いや、どう絡んでいていいのかっていうのをずっと考えてました、はい、すいません、常識をやめる実践、あ、すいません。はい、ああ、道が先に憎たらしいとかって言ったでしょ、は
道が憎たらしくて、あ、はいはい、唾吐くっていう。そうそうですね、はい、この数年で、はい、関係ない話するかも分かんないですけど、はいはいはい、この数年ですごく心打たれた一つのね、はい、人がいて、一人の人がいて、はいはい、その人はね、道になりたいって言ったんですよ。あ、はい、で、知ってる人いるんじゃないかな、側溝ってあるじゃないですか、道路の側溝に潜り込んで、はい、真夏の側溝に潜り込んで、うん、寝てたんですよその人。ほう、女性のその下着を見たいからって言って。ああ、うん、ああプリズンスクール、うん、ね、そういう人がいたんですよ、はいはい、でその人の主張っていうのは道になりたいっていう。あ私は道になりたいっていう。あ、すごいなって思って、ま、マーシーの気持ちが分かる感じだこらそうやね、いや、まあ、マーシーかどうか分かんないけど、そうん、うん、ちょっと分かりますよね、道になりたいって、はい、でもその、うん、はい、何の話なんだろう何の話なんですかね、うん、まあ、そういう場面で、はい、マスクマンがその道を歩いて、はい、その彼と目が合った時にどうするかっていうのがすごい気になりますけどね。彼っていうのは道ですか？その側溝の中に入っている。あ、どうしましょうかね。とり、仲良くなれますかね。仲良くなれそうだけどね。あ、なれそうですか。うん、すぐなれそう。あ、じゃあなんか、はい、じゃあはい、このコミュニケーションを試みてみます。はい、ちなみにその速攻に入ってる彼は今も元気ですか？今元気かどうか分かんないですけれどもね。ああ、今でも、いや、まあ捕まってますからね彼は。あ あ, あ, あ、そっか。そうそうそう。あ、じゃあ僕も捕まらないといけないですね。寝転がっちゃったからね。あ、捕まった上で道になりたいっていう言ってた。ああ、うん、転がったら捕まるんですか？寝転がるだけじゃ捕まんないですけど、はい、多分速攻に、そう、目的的なこと、目的な理由でだと思うんですけどね。ああ、うん、で真夏ですよ。相当な頑張り屋さんよね。そうですね。すごいね。そこまで見たいっていうのはね。そうですね。すごいなって思って。あれですか、こうマスクマンがよく行くこれリビドーってやつですか？あ、リビドー。あ、そうですね。リビドーってのはどういう意味なんですかね。ちょっとよく言うんですけど、リビドーだってこう言い切る時があるじゃないですか。ちょっと今日来ていただいてる方にもリビドーについて少しお話を。根源的な欲求ですね。根源的な欲求。根源的な欲求。まあ、本能というか。まあ、ぶっちゃけなんていうか、飯が食いたいとか、女の子のパンツが見たいとか、まあ、それはちょっと大きな意味ですけど、うん、そういうのもジビドーなんですかね。でもフロイト的なジビドーとユング的なジビドーがあって、ユング的なジビドーは集合的美意識っていう、こうなんていうか、こうね、存在意識のその根源的欲求みたいのがあって、でフロイトの方は性欲とかの、ね、ジビドーがあって、性欲の方はちょっとそういうふうに見てしまうと、木本さんの言ってたことが僕がそうなってしまうからちょっと寂しいから、ユング的な集合的リビドーでいたいなみたいな、うん、よく分かんないですね、ごめんなさい、はい。まあ、会場からすごく皆さん頭から、ね、煙がこう出てるような雰囲気もありますけど、はい、要はその自分 の, そのモチベーション、あ、そうですね、こう生きるこう、はいはい、力というか、こう動き出す力っていうのは、はいはい、いろいろとこうその欲求に伴って動くんだっていう、そうですね、その欲求がリビドーはこの性的な欲求が源だっていうのはあるっていう、ユングの方はそういう根源的な自分の自我、その木本さんの言ってたアート表現とか、うん、そういうのの根源的な欲求もそういうもんじゃないかなって勝手に蛇足してます、蛇足、うん、推測してます。マスクマンの人となりっていうのが皆さん見えてきたでしょうかね。なんか自己紹介もね、さっきね、すごくパッてこう切ってしまったので、マスクマン2号も含めてね、少しこのお二人のこの、まあ、これまでみたいなものもちょっと聞きたいんですけども、はいはい、マスクマンは今デイチャーコルビーカフェ、この毎週木曜日の、はいはい、ラジオ番組にはそのマスクをつけてお話しされてるじゃないですか、はい、そうですね、
で1回だけねお休みして、はいはい、もう去年の3月からずっとこう毎週木曜日に、もう職員よりも出てますね。何ですって？職員あの金浜さんよりも出てますね。あ、出てますね、ありがとうございます、はい、そうだね、給料とか全然ないですよね。あ、そうだね、うん、いたたなんてボランティア、アガペですよね、無償の愛。あ、アガペ、あ、無償の愛、無償の愛なんだね、そうですね、これがそうなんですね、この黒板に書いてるますけどね。はあ、いや、ただ書いただけなんですけど、これあの別にそんなアートとかそういうわけではないです。ただの落書きですけどね。これはこれ半世紀来た人が書いたと思えない感じですよねそうですね、そんなにそんなに違うよそんなにで、ね、はい、はい、はいはい、マスクマン、はい、なんでマスクかぶってるんですか？マスクがかぶりたいから、恥ずかしがり屋のデブなんですね。恥ずかしがり屋だから、すいません、なんかオチがなくて、恥ずかしがり屋でマスクかぶって一応目立ってますけどね。あ、すいません、はい、じゃあ、 あの端っこに、はい、横で国語辞典を読んどきます、はい、じゃあすごい振りやね。いいですね。じゃあまあ、すごい振り。どうですか、このマスクマンのこう名前をこうまた踏襲するように2号という名称をね、こう名乗ってきてるマスクマン2号。マスクマン被ってないですね、2号は。もうなんか マスクマンなんかそこ置いてますね、こう上に。いや、なんか常識をやめる実験なんで、常識をやめる実践をしてみようかなと思って。お、普段被ってるマスクを。そうそう、なるほど。お、もう今実践中なんですね。うん、なるほど。でどうですか、やってみて。開放感がやばいなっていう。おお。なんかこうなんかメモ書きしながらこういろいろと皆さんのことをこういろいろとこう書かれた、そんな感じですかね。いや違うの、落書きしてるんですよ。落書きですか。え？なんでダメなの？いいですよ。怖い。いや。シンポジウム。だんだん分かってきました。分かりました。だんだん分かってきました。分かりました。なんかチューニングが合ってきた。そう。なんか。ね、なんかふざけてるじゃないですか。で僕もふざけようかなみたいな。あ、で真面目でふざけてバランス取れるなと思って。 あれですか、じゃあ常識をやめるっていうことはいわゆるふざけることなんですか？それにも近いしまた違うじゃないですか。いやだからちゃんと話とか話してるときは何もこう間に挟んで言わないから、こうキャッチボール受け取ることはできてるから、いいかなみたいな。ちなみに描かれてる絵は どんな感じの絵なんですか？いや分かんないですよこれ。分かんない。なんか手が勝手に描くんで。手が勝手に描く。あ、だからなんか自動書記みたいな。そう、それでどんどんなんか あれっぽいなこれっぽいなみたいな感じでどんどん付け足していくみたいな、そんな感じなんですけど。多分なんかでっかい紙用意した丸一日描いてると思います。京一さんが描いている作品も、京一さんこれはあれですか、自動書記的な感じなんですか？いや、計算されたこう。別に計算っていうわけじゃないけど、まあ。ほう、計算ではない。計算じゃないですよね。考えて描いてるんですか？そうですね。合わせればああなる。おお、かっこいいな。構図みたいな。見合わせ。なんすか、あの構図、この1枚の画面の中にどこにちょっと、ま、あの収録中なので、ま、マイクをねちょっとお願いします。あ、はい、あの1枚のこの紙の中にどこにこの四角を置くとか丸を置くとか、それによってこのね見える画面が違うみたいな見せ方みたいな、はい、ちなみにこれ構図を計算して。いや全然考えてないですこれは。あ、うん、これ落書きみたいな。そうです、落書きですよ。ふーん、ええ、そうなんですね、これがマスクマンにとってのこの常識をやめた表現っていう感じなんですかね。いや最初に書いたのがマスクマン2号さんが消せって言われたんで消して、これも消すのかなと思ったら消さないでいいって言われたんで、マスクマン2号様のおっしゃることなんで、はい分かりましたっていう感じで。2号にも踏襲されたような感じなんですね。そうですね、最初のやつがちょっと良かったんですけどね、個人的には。消してもう一回書いたんで、なんかちょっと若干消されたとかありますね。ちょっとあの、はい、何も考えないで書いたんで。手が勝手、あ、これも自動書記のような感じですか？いやそんな感じではないですね。あのそうですね、そんなのではないですね。そのなんていうか、なんていうんですかね、その自動書記ではないですね。
はい、ラジオなのに絵のばっかり話してていいんですか。あ、そうだね。じゃあ腰を折る感じなんですけど、はい、僕この木本さんの本、うん、読みまして、まともが揺れる、うん、読んで痛く面白かったんですね。感動したんですね。その話をしたいですね。最初のページにですね、コンビニ店員が目を合わせないでその袋に入れさせていただいてよろしかったでしょうかっていう。え、何ですか。コンビニ店員が滑らかな口調で袋に入れさせていただいてよろしかったでしょうかって言うんですね。でそれがなんかだっていつもの感じとかそのね、ね、そのたかがコンビニの何か高級品を買ったわけではないに丁重丁重重ねすぎてもはやおかしな日本語になってるしではないか、一周回ってむしろまさか袋なんかいらないですよねって言われてるようでもあるっていう、うん、ここがなんか言わされてる感、はい、すごく面白いなと思いました僕。これでね食いついて、あ、面白いって言うんで一晩で全部読んでしまったんですね。一晩で、読めてしまいました。サインもらいました。このサインまだもらってないですけど、ね、この生きる悲しみは半年前に買ったんですけど、山田さんの木本さんの面白いって言われて、これまだ読んでないんですよね。でもこれはこれでものすごく面白いんですけど、うん、こっちはもうなんかなんか本当に一気読みができてしまいました。ああ面白かったです。そうなんですか。はい、著者の木下さん、どうですかこんなちょっと。いや恥ずかしい、なんかその恥ずかしめを受けてる感じします、ね、自分の書いたこう文章を音読されて。ね、すいません、すごい恥ずかしめ、すいません、ありがとうございます。どういたしまして。でまあなんか僕読んでて思ったんですけど、この僕この資本主義って出た資本主義、で先ほど、うん、打ち合わせの時話したんですけど、このおまんじゅう2人の人がいて、2人の人はおまんじゅう1個半分ずつして十分に食べていけるんですね。だけどこの人におまんじゅうを100個売るには、この2人に100個売るにはどうするかって考えるのが資本主義なんですね。だからその売るためにあの手この手をこのモラルとかなんとかそんなのを無視して、そのね、人間性とかを無視して、その売るための法律をずっと考え続けるっていうのがなんか資本主義らしいんですね。これが行き過ぎて、そのお袋に入れさせていただいてよろしいでしょうかみたいな言葉に表れてるんじゃないかなと思うんです。でこの本の言っているこの生きづらさとか生きる難しさっていうのは、そういう利便主義、そのお金とか儲けとか、それもっと前のこの狩猟民族と農耕民族っていうのがありまして、農耕民族はこの貯める貯蓄するっていうことを積み重ねてくるわけですよ。そうすると計算とか考える管理になるんですね。管理していくっていうのだったんです。で狩猟民族はそのいつ獲物が取れるかわからないっていう状況で、でだから取れたものはみんなで分け与えてたんですね。でこの統合失調症っていうこの精神医療の揺らぎとひらめきっていう本がありまして、横田光さんっていう人の本で、最近読んでこの感動したんですけど、この狩猟民族と農耕民族の差があって、統合失調症の人は狩猟民族に近いんじゃないかと、みんなに分け与えるっていう、この勘とかのもの、狩りをするときにそのね、動物的な本能でその捕まえるわけですよ、その瞬発的な動きで。で統合失調症とかそういう精神病の人っていうのは、そういう神だりとか言うんですね。でその神だりみたいなのの残りがそういうもので、で統合失調、狩猟民族の時にはそれは有効だったんですけど、農耕民族になって貯めるとか貯蓄する計算する、優越感と劣等感をうまいこと使って人間は進化してきたらしいんですけど、それをやるつりかわせの中で、その精神を病んでる人や弱者っていうのは、その覚えるとか計算高く行動するっていうのができなくて、落語してで一箇所に集められるわけです。いらない人は多分病気の人もそうですし、病院とかもそうですし、その老人とかもそうまとめて管理するみたいな感じなんですね。でそういうのをに対する嫌悪感がこのまともが揺れるっていう本にも感じたんですね。以上です。サインもらって。あ、はい、もらいます。横田先生、はい、まあね、はい、どうですか。ありがとうございます。
すいません。あ、行ったんですね。あ、ありがとうございます。サインください、本当にお願いします。はい、あ、ありがとうございます。はい、はい、あのすごく面白いです、僕。あの、はい、はいはい、どうぞどうぞ。なんかすごい、あのマスクマンのそのなんだろう、この感覚というか感性というか、はい、すごくこうハッとさせられることがまあただあってですね。ただあの、はい、彼は関連妄想が働きましたみたいな言葉を言いながら、はい、結構その自分の苦悩をこう SOS としてこう表現をする、はい、実際この関連妄想が発動しましたっていう言葉は、はいはい、自分の中の精神的な課題の症状の一つっていう表現なんですかね、はい、あ、ですかね、あ、ですですね。一番困るのは何ですか、関連も、関連妄想で一番困るのは何ですか。困るの、うん、とりあえず目の前の答えが出ないってやつですかね。例えば、え、いや、こう、あ、まあそれは嘘でもいいんですけど、うん、そのね、それがそうだって言われたら、あ、そうかで納得できることがあれば、うんうん、その目先の不安感はなくなりますよね、うんうん、だからそれは嘘でも別にいいんだと思いますね、うん、ええ、でもそれがそうじゃないかもしれない、になると困る、困りますね、うん、あれ狂いますね、心がね、ほう、はい、白黒はっきりした方が分かりやすいし、はい、と、あ、まあ、それ嘘でもいいしゆるふわでもいいんですけど、とりあえず解決したっていう題目があればいいんだなと自分は勝手に思ってますね。なんかこう過去を振り返って、はい、こうもやっとした、はい、その、あ、もしかしたらこれはこうなのかな、ああなのかなっていうその、はい、揺れ、はい、がちょっと苦しいってことですか。そうですね、その揺らぎ、あのサーフィンできたらいいんですけどね、その波にね、なかなか波に乗れないんですよ。なかなか急ですね。どうもすみません。はい、どうでしょう、あの村上さんもね、こちらに来るときにね、この、はい、今回のこのテーマ、常識をやめる実験っていうところを、あ、ぜひね、こうご自身も体感されて、登壇に臨むということをね、やられたっていうふうに聞いてるんですけども。あ、そうですね。今回あのお題をいただいて、テーマを見て、常識をやめる実験っていうところで全然イメージがつかなかったんですよね。で、常識をやめる実験、歯を磨こうと思ってキッチンに行った時に、あ、これやってみようっていう木曜日ですね。とりあえず常識をやめようということで、普通メーカー名とか出していきますけど、花王のクリアクリーンっていうので僕は歯を磨いてるんですけど、キッチン行った時に花王のキュキュットっていうのがあったんですよね。あ、これちょっと常識じゃないかもしれないと思ってですね、今日はこれでやってみようっていうところで、まあそこまで悪かないなっていう感じでですね、出勤しまして、今夜はそうだな、あの花王の石鹸じゃなくてキュキュットでやろうということでですね、木曜の夜はそれをボディーソープにしてシャンプーにしました。そこまで悪かないなっていう、自分がこう常識に縛られてたなっていうですね、落ちはないんですけど実験しました。歯磨き粉を食器洗い洗剤にしてみたり、はい、ボディーソープにしてみて、いけるなと思ったより違和感ないなと。あ、味は悪いんですけどね、味が悪くて、あと本当に洗った後キュキュッとするんですよね。おお、そうなんですね、はい、結構洗えるもんなんですか。洗えますね。洗えますか。洗えます、はい、そうなんだ。まあ、そんな感じでこう自分 の, この何かを確認するために、こう普段口にしないことをね、口にするといえば同じ実験をすでにやられた方がね、もうすでにいらっしゃるんですよね。なんかね、私、はい、なんかありましたよ ね, なんかね、ありましたね、うん、じゃあこの話しますか。じゃあ、ある日幻聴が聞こえてきたんですね、幻の声、うん、で私幻聴の言うことを聞いてしまうちょっと癖がありまして、でシャンプー飲んだら病気治るよってすごい声、優しい声というか、まあ、シャンプー飲んだら病気治るよって、病気つらいでしょって、病気治るよっていうような声がすごい聞こえてきて、うん、もう迷わずシャンプー飲みますよね。
ちょっと思わずうなずきそうになったんだけど、ね、それでキュキュッとしなかったんですけどキュキュッとじゃないんですけど、でシャンプー飲んでですね、一応その時入院中だったんで個室で入ってて、でそこでシャンプー3プッシュ4プッシュ5プッシュ飲ん で一応これ看護師さんに言わなきゃ、私も入院必要ないよ、病気治ったよっていうことで、うん、言わなきゃと思って言いに行って、そしたらちょっともう背中押されて部屋に戻されて、夏美ちゃん夏美ちゃんちょっと戻って戻ってって言われて、でダメよシャンプーなんか飲んじゃって言うんですね。でも病気治ったからいいんじゃないですかねみたいな感じでもう信じきってるわけで、でそれでそのままなんか主治医の先生の、指示のもと、私牛乳が嫌いなんですけど、牛乳をもう 箱の牛乳をいっぱい持ってこられて、うん、でとにかくこれを全部飲めと言われて、胃に粘膜を作るためかなんかわからないけど、うん、それで飲みなさいって言われて、でそれを飲んで、飲んでるうちに看護師さんたちが部屋の荷物を全部出していって、もうベッド一つになって、扉にバーンって紙貼られて、自傷行為互いの恐れがあるため隔離しますにチェックがついてるんですよ。それでその時に飲んだシャンプーがメリットだったんですよ。でメリット飲んでも全然メリットねえなみたいなで、もうデメリットしかねえぞっていう、そういう話ですね、はい、メリットも顔でしたっけ違うかそのシャンプー飲んだ時に治ったって思ったんですか。治ったって思ったんですよ。なんか飲めば飲むほど治っていくっていうかそう思ったんです。でそういうのをまた漫画に書いて、あっちに立ち読みコーナー作ってますんで、また宣伝うまいな。その治ったっていう状態は今思ったらどうなんですか。治ってないですね。治ってなかった治ってないですね。治ってなかった、はい、全然治ってない。しかも結構メリットってすごい刺激物で、ね、苦くてもうビリビリする。化学の全てがビリビリする。なんかもう電気ビリビリ、そう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 、本当ビリビリするから、皆さんおすすめしませんから、一度ぜひ飲んでみてください。それをあえてこうやられた方、今週ね、やった方がこう横にいらっしゃるんですけども、やっぱり同じビリッとする感じなんですか、村上さん。しません。あ、しない。昔に比べると、今のはちょっとソフトになってるって感じなんですかね。いや、自分の台所用ですからね。ああ、安全です。ああ、なるほど。そういうことか。定期的に今でもシャンプー飲んだらって聞こえたりするんですよ。うん、そのたびにちょっとワンプッシュぐらいは飲んでる時が飲んでるの適量現状って分かってるんですけど、うん、なんか聞いてしまう癖があるから、ちょっとワンプッシュ半プッシュぐらい半プッシュね、ちょっとパンっていうクラクションぐらいのちょっとだけ飲んでます。それで病気が治ったってちょっと思えるんだったらいいかなみたいな。うん、飲んだとやっぱり気分変わるんですか。なんか治った気分になる本当に。だからやめられないのかもしれない。あーお薬お薬って感じですね私ねやばいですね。お注射すいません。お注射。なんかね、そのシャンプーとかその普段使うものがこう別のものになったっていうのが、こう常識を辞める実験っていう風に繋がって、ごめんなさい。なんすかなんすか？ローマ時代の洗濯の石鹸、おしっこだったみたいです。何の話？このいや違う石鹸、洗剤代わりにおしっこで洗ってて、それで落ちるって言われてたみたいです。だからそれが常識だったわけです。その当時は。江戸時代はなんか鳥の糞かなんかを袋に入れて、それで体を洗ってたみたいです。でそれが落ちるとみんな信じていい匂いみたいな感じだったみたいです。だからそれが常識だったけど、今のその石鹸のね、でこれ横田さんの方にも書いてましたけど、匂いの文化史みたいなので、その石鹸でこのいい匂いっていうのはこの200年の間にこれ吸い込まれたことらしいんですけど、匂いを気にするっていうの
だからその常識っていうのはなんかいろいろ変わってしまうもんなんですかね。やっぱ あらゆることってこうそう信じてるだけですよね。はい。そうですね。お金とかもね、うん、これには価値があるってみんな信じてるだけじゃないですか、ね。実はただのものだよね。そうですね。紙ですねあれね、うんうん。だからでもまあ何かを信じて。まあ、メリット飲んだけど、いやだから、うん、メリット飲んで、うん、楽になるならいいなと思って。そうですね、楽になるんだったらいいと思います。本当のメリットありますよね、それちょっとね、そうメリットのその中身をあらかじめ変えておくとかしちゃダメなんですか。先を読んでメリットに美味しいものを入れとくみたいな。ああじゃあそれじゃダメなんですか、ね。看護師の皆さんが気を使ってくれたらいいですね。うん、うん、それいいんですか、ヨーグルトとか。いいですよ、いいです、いいです。豆乳とか、いいですよ、甘酒豆乳とか、うん、自分が好きなもの。甘酒豆乳好きなんですよ。浴びるほど飲みたい。今のそのお金についてはさっきあのマスクマン2号とちょっとユンタクおしゃべりしてる時にもね、お金でやっぱりねこの世の中全てなんですかねみたいなことをポロッとね言っていたんだけども、あれをこうポロッとこうマスクマン言ったのは何か、あマスクマン2号何かあったの、この世の中ってって。さっきほらあの一緒に活動してる時にさ言ってたじゃない。いやなんか周りの人僕に強要してくるんですよ。僕あの働いてないから、あの働けとかなんだろう、いろいろなんかあれしなさいこうしなさいでたくさん決めつけられて、でまあでも将来考えたらそうなんですけど、今起きてることじゃないじゃないですか。後先起きることをなんかめっちゃせかされるんですよ。ああしないとこうしないとっつって。で僕ばあちゃんと暮らしてんだけど、なんかなんだろう、母ちゃんと母ちゃんの妹は別々に暮らしてて、なんかなんだろう、なんかそういう俺が面倒見ろみたいなそういう流れとかあったりとかして、はあめんどくせえみたいな、うん、なんかね何でもそうだけど、常識とかそういうのってやっぱ人から強制されて成り立つもんだなすげえ感じてて、うん、何も面白くないなみたいな、うん、なんか僕がここで全裸になって踊ったら皆さん困るじゃないですか。いやわかんないよ。いやわかんないけど、うん、でもそういう常識はもう刷り込まれてるんですよ。あだからなんだろう、だから常識ってうまく他人と その距離感を測るとか、他人とお互いをなんだプラスにするみたいなニュアンスもあるんじゃないかな、すげえ感じ。だからその周りの人が言うってのはその、ね、その村上さんがさっき言ったようなことだから、その周りの人が安心したいからですよね。うんうん、そうそうそう、ね、マスクマン2号がのことじゃなくて、そういうマスクマン、そういう状況にあるマスクマン2号が嫌なんだよね、周りの人が。そう、周りの人が嫌で、周りの人が困ってるわけですよ。そう、だからなんかマスクマン2号は困ってないんだもんね。そう、困ってないんだけど、うん、あじゃあもうなんか強制されるんだったら人殺そうかなと思うぐらいなるから、うん、いやだってそしたらみんなぶち壊せるじゃないですか。それぐらいなんだろう、すげえカタルシスっていうんですか、その怒りがやばかったんですけど、うん、ハピーワインってちょっとその変わった人がたくさんいるから安心できた。で思ったんですよ、こんな大人になっていいんだすげえ感じて、あ尊敬してるんです、めっちゃ。あだから2号を名乗ってる。そうそう、で言った方がいいんですけど、本当は別になんかあだ名とかないかこれでいいやみたいになって。なるほどね。それ最近ね、上げられて下げられたね。人生じゃないですか。あいいえ、最高最高。バグってる人が足りないって思ってね。あね、そうでしょ。そうだから、そういうバグってる人をどんどん道の端に追いやっていくから、結果そう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 大量殺人が起きたりとか、そういう電車の中でナタで人普通に殺して無期懲役になるから2人まで殺したっていうとんでもない人たちもいるわけで、うん、だからなんだろう、いい感じにバグった人を許容していかないと結局ね、どんどん迫っていくから、優勢論的にこのなんだろう、できる人の基準がどんどん上がっていって、で今障害者じゃない人たちがもう障害者って扱われる時代になるんじゃないかな、すげえ感じてて、うん、いやわかるね、うん、だそういう揺らぎって本当に大事だなと思ってて、だって僕らがこういう物質的に存在しているものも紐解いていってものすごいちっちゃく見れば見るほど最終的にこのあるかないかの状態揺らいでるらしいんですよ。量子揺らぎみたいな、なんかよくわかんないけど、なんかめっちゃそういうの熱弁する友達がいて、そういう話聞いてて、ああそうなんだみたいな、なんて言って、だから目に見えるものでさえ実際にあるかどうかわかんない安定しない状態なのに、そういう社会っていうのは安定を強制するからすげえおかしいなってやっぱ感じるんですよ。
なんかバグりをこう許容する範囲が狭くなってますよね。だからそうそうそう、ね、そう、それが痛いです。バグはだから言いも悪いもなくってバグるわけですよ絶対。でもこれ直さないといけないんですかね。いや直さなくていいと思うよ。その自分の中にもバグはあるわけやし、そうだからそ社会そんな、うん、だから、まあ、バグってんだよ基本。でそれ、うん、バグってないように、まあ、みんな見せながらこうシステムを保ってるわけじゃないですか、うん、だからね、うん、で うん、バグりたいんだけどね、うん、バグってますよね。だからマスクマン2号とか言ってる時点で、うん、いやだからそれを許さない人が多いし、うん、でなんか就労支援施設とかやってるんですけど、うん、やっぱそういうめっちゃ強要的な感じだし、なんだろう、うん、もう働く前提で行く人のために作られてる施設がめっちゃ面白くないんですよ。スイングがね、そのゴインブルーとかやるとかっていうのはその辺も意識してるところがあって、あれはバグってるんですよ完全に。ですよね。そう、うん、でバグってる状態を、10年ぐらい見せ続けるともうそれバグじゃなくなるっていうか、そうですね、バグってるんだけど、うん、パイオニア的な感じですよね。最初は変に思われててもどんどんそれが常識になっていく場合もあるから、うん、あの僕が尊敬しているミュージシャンの人が言ってるんですけど、新しいことをやるのは間違えることなんだって言ってて、うん、間違えてないと大きくルールを踏み外してないと新しくないって。でこの新しいのができてきて、この様式みたいのが出来上がってきて、これが普通になってて飽きられて、またなんか違う観点の新しいのができてっていう繰り返しなんですかね。その繰り返しでしょうね。まあ、でも大きく踏み外しすぎるとそれこそアウトになっちゃって、そうです ね、すごいハレーションが起きすぎるかも分かんないですけど、まあ、ちょっとこうはみ出すっていうことが大事かなって僕らは思ってるんです。そうですね。そういう居場所がなかなかなくて、ハピワもいいんですけど、そういうなんだろうな、なかなか実際で生活してる間でそういう選択できる場所すげえ少ねえなって感じてて、最近友達と会ってめっちゃ話して、そういう将来のこととかめちゃくちゃ話した時に、お前どっちで生きるのって言われて、お前障害者として生きる、健常者として生きるって言われて、僕なんかどっちもかなみたいな思ってたんだけど、なんか友達はきっとこう言うと喜ぶからっつって、いや俺はなって30過ぎて大人の遊びできるようなぐらいの友達関係でいたいから頑張るぜみたいなこと言ったら、そうかそれ聞いて安心したって言われて、うわやっぱそういうのってやっぱいろいろ刷り込まれてんだなって感じましたね。なんか分かんないだけで結構日本も危ないことって多いじゃないですか、その今の国とかそういう問題とかいろいろ問題もたくさんあるんだけど、やっぱそういうみんながその信じ続けている限り日本は安泰だ、日本は安心だとか言ったりとか、なんかとりあえずいろんなところでそういう刷り込みが行われてるなっていうのは感じますね。その仕事は結局そのお金になることをしなさいみたいな、そういうことを言われるわけでしょ。でなんかなんだろう、もうそうしないとなんかこう惨めな年の取り方をするとか、うん、で一緒にいてて恥ずかしいとか、はい、でそういう風に言われたりして、うんうんうん、でそこでこの人がいたから、あ俺まだいいんだみたいな反面教師だけど、なんか悲しいわそれ。なんか金浜さんもめっちゃそういう水人的なところにやっぱ持っていこうとするんですけど、いろいろな制約がやっぱりあるから、うん、その中で結構苦しんでるのを見てたりして、うん、なんか俺らって、あ、まあ、俺らって俺って生きてていいのかなマジで思うんですよ。あ、だって僕一人消えてもお金の流通がなくなるわけじゃないし、うん、で何だろう、社会世界全部回っていくじゃないですか、うん、でそう考えた時に誰にも必要とされてない状態の自分って必要なのかなって感じてしまうんですよ。でそれをいろんな人に言うと、いや違うんで生まれてきただけで尊いんだよって言うけど、でも生まれてきた時点で尊いけど、社会が支配してるお金を得られてないから、その時点で価値がないんじゃないのかなってやっぱ感じるんですよ。なるほど。スイングでは本当にあの仕事っていうもののこう概念がいろいろこう揺らいでてね、まあ、今日見てもらったようにやらんでいいことばっかりやってるんですよみんな。いいですね、いいですね、うん、でやらんでいいことばっかりやることが仕事になってて、うん、でそれをこう疑わない環境がもうできてるんですね、うん、でもねやっぱり それがまた固定化していくんですね。そやらんでいいこと、うん、詩を書くとか絵を書くとか、うん、コラージュするとか、うん、そうやらんでいいこと、うん、誰もやらん誰もそれやりなさい言ってない、やらんでいいことをやることが、うんうん、仕事であって、うん、でそれをあだからやらんでいいことがやらなあかんことになっちゃうってことよ。ああ、また
でも、もうそれはある程度しょうがないんじゃないかなと僕は思いますけど、その結局人間やらんでええことした結果やりたいことができる場合多いじゃないですか。確定申告めんどくさくないですか。確定申告の話、うん、じゃめっちゃそれはめんどくさいよでしょ。でもあれしないと国税局が来ていろいろ大変なことになっちゃうじゃないですか、うん、もうみんななんかもうあんま良くないじゃないですか。だけどそれをしないと運営したりできない。だからみんなやりたくないことの次のステップにやりたいことをしてるんですよ、その社会に生きてる皆さんって。そのいろんな働きたくないけど働かないとお金が得られない、お金が得られないってことは好きなことができない、だからやりたくないことをして生きてんだけど、僕みたいなのはやりたくないことをしないもんだからやっぱそう強制されちゃうみたいな、うん、苦いお薬を飲まないといけないんだな。だからでもそれはやっぱそういうふうに社会が形上できてるからしょうがないけど、うん、でもなんか息苦しいなみたいな正直やっぱ感じますよね。生きづらさ、生きづらさ。あの砂付近とか寅さんとかがいなくなってるんですかね。あ、そう、そういうことだよね、そういう人が入れる社会が良かったんですかね、うん、僕いやそのいるんだと思うんですけどね、どっかにいるっていうかどっかに集められてまとまっているんかもしれないですね。指さされてますよ。隣にいるじゃん。 あら砂付近と寅さんみたいなもんだもん。あ、いいえな、あんたに言われると思わなかったな。はあ、スナフキンそんなじゃないよ、うん、まあそうっすね、うん、通常細長いっすね、うん、ドラさん、ドラさん、ドラさん細長い、その体型のことじゃないと。あ、そうっすね、うん、いやなんか僕あの20年丸、お母さんがもともと薬中で拘置所入って、うん、あの 病院の先生紹介されて、うん、でその先生についてってなんか僕もなんか病院行くことになって20年一緒にこう暗く共にしてきた先生いたんですけど、なんか最後に言われたのは、君はそういう寅さんみたいな風天になって、あのなんだろう、そこでなんか僕の元から離れた上で勝手にやって死んでくれみたいなこと言われて、でそれで病院から追い出されたみたいな。君は僕といるといつまでも働かないから、そういうまあ富士山の山小屋とか入ってなんかそういう風にいろいろやって、あなたは風来坊として生きなさいみたいな、僕はもう見切れないみたいな言われて、そこから病院とか行ってないんですけど、なんかいろいろ問題多いっすよね、そういう精神、うんうん、あの福祉でもそうだし、うん、そういう精神医療でもいろんなこと、うん、でもやっぱりみんなお金稼げねえと何もできねえから、そこを割り切ってやっぱマニュアル的に仕事してんだなってやっぱ感じましたけどね。うん、うんうん、まあ問題、そうよく言うんですけど、その問題はだから問題にするから問題になるわけでしょう。そうですよね、問題にしなければ問題じゃないんですよ、だから我慢しないといけなくなっちゃうっていう、なんかノルマがあって、その目標があってそれを達成しなさいっていうので鞭打たれて頑張らされてるみたいなのが仕事ってイメージ、どうですかね、うん、そういうイメージありますよね、うん、そうですね、うん、なんかそのね、あのスイングさんのやっているアート活動とか、ちょっと詩を読みたいんですけど、読んでいいですかね、スイングさんの。ああ、あれ読みたい。詩を読んでくれるんですか。その僕が読まない方がいいですかね。え、自分で言ったら。そうです、読みました、ごめんなさい。あのひらめき、何かを思って書こうとしたが忘れてしまったって、これアートですね。あともう一つティーバッグは読んだらダメですかね。読んだらいいじゃないですか。あ、そうですか。ティーバッグも一枚一枚拭きを脱ぎ捨てて一枚だけ残して普通に近所を歩きたいって、いいなって思うんですけどね。僕は受けてないじゃんよすいません、面白かったのに。まあでも今日ね、あのこっち参加するときに金山さん半裸で言っていいですかってマスクマンね常識を、うん、いや、どの部分を半裸にするかよくわからないんですけど、まあ、そんな感じでちょっとあの何かしらこうみんなこう誰かとつながりたくてこう一生懸命にこうなんか工夫したりするんですよね。シンプルにこう寂しいとかシンプルにちょっと話聞いてよとこんなことがあったんだってこう言うのをなかなかこうなんか申し訳ないというか、この自分の苦しみのためにあなたの時間を奪わないようにします、うん、迷惑をかけませんみたいなことを、うん、なんかこう刷り込まれてるような感じがあって、うん、でもそこでもこう起こるね、こう、うん、自分の葛藤みたいなものが、うん、こう自分の弱さなんだとかいうことで、うん、もっと強くならなきゃっていう、うん、でこのね、皆さんちょっとチラシ見ていただいてる方もいるんですけども、木野さんがこう言ってるこの
人の成長、人間の成長っていうのは何かがもっと良くなることではないんだっていう、その言葉がね、やっぱりちょっとね、すっとこう、自分の中にこう入ってきたというかね、自分の中にこうある自分らしさに戻ること、さっきのその乾燥わかめ、ね、乾燥わかめのお話もありましたけども、はい、こう自分らしくなるためにこう、本来生きるこの世の中でどうしてこうね、こう萎縮して乾燥しなきゃいけないのかなっていう、そこはやっぱり、なんだろう、人とつながろうという選択肢をこう自分を殺さなきゃつながらないみたいなことになってる世の中を、じゃあ違うよねってみんな気づいてるけども、なんでこう言わないんだろうかっていう、どうしてこう自分らしくなりますっていうことに、とても勇気のいるような状況が今ここにあるのかなとか、やっぱ仕事とかしてると目の前の目標なんかあって、それをやりなさいで、それを考えるゆとりがないんですかね、そのゆとり、そういうこうね、なんかその先ほどの詩とかそういう感じの、その一般常識で言うと成果がないようなことを考える、いわゆるルールから言ったら間違いみたいなことをポーンと出すっていうのが、その出すっていう行為を考えるっていうことが暇がないんですかね。なんかこう自分では解決できない答えにぶつかった時に、そのぶつかったエピソードは自分の弱さから生じるものであって、自分自身が本来獲得するべき力を持ってないせいで生まれた問題なんだ、この壁は私が作った問題だっていうふうに、あまりにもこうなんか捉えすぎてる人たちが増えてきてるというか、その結果やっぱりこの年々精神的なこう課題を持って通院する人たちがこううなぎ登りになってる、時間とともにこの環境は良くなるはずなのに、心がどんどんこう折れていくような状況があるのは、これなんでなのかなっていうのをちょっと横田さんちょっと聞きたいんですけどね、若干、はい、急に振りますけど、どうなんですかね。なんでこう時間とともにね、状況ね、今この空間って昔のね時代に比べるととってもいい時代だし、普通にねよくみんなにも言うけど、こう蛇口をひねって水が出ることって織田信長が経験したこともないし、ものすごい贅沢な生き方をしているじゃないですかね、でもなんで心はこんなにもこうどんどん苦しくなるのかっていう、うちのおばあちゃんが言ってたんですけど、賢くなりすぎたんじゃないかって言ってましたね。その昔は農作業とかして、でこう食物とかに感謝しながら、で年に1回肉を食べて、もうそれだけでも本当に楽しかった。その上で何だろう、そういう遊び道具とかもそこら辺の木自分でちょっと削ったりして、竹とか切って自分でおもちゃ作って遊んでたんだよっつって、でね、今の人はたくさん情報が多いじゃないって、それたくさんいろんなことかこう吸収しちゃって、でそれでその考えることが増えすぎたんって、で考えることが増えすぎると今度はどんどんなんだろう、なんか最初はいい方向に考えるけど、その考えるスピードと現実のスピードが合ってない時に、そのなんだろうな、その歯車が狂ったかのように悪い方向に流れてんじゃないかみたいな話してて、自分の中でそれが一番しっくりきました。なんか僕の尊敬する神様のコニー・ウルソさんが言ってるんですけど、この200年で人間の知的、学校義務教育とかで知的能力がものすごいぐんと上がったらしいですね。そのね、300年前のシェイクスピアが現代に生まれたら3週間で気が狂うだろうって言ってるんですよ、適合できなくて、でなんかそのコリドルさんが言うには、人類はこの知的レベルは一気に上がったんだけど、その知的レベルが上がりすぎてちょっと文明に飽きてきたっていう言い方してるんですね。なんかそれでなんか、そのなんかもういっぱいありすぎてもういいやみたいな感じになってるんですかね。まあ、何でも慣れるじゃないですか。よくなんか脳の話だとドーパミンってやつが、一回なんか薬物の本とか読んでと思ったんですけど、そういう薬物で一回やっちゃうと、そのなんだ、今まで気持ちよかったものが更新されるから、
その薬物以外で気持ちいいことが見つからなくなった結果薬物に走っちゃうのと一緒で、そういうふうに慣れが来るんじゃないですか。そういうありがたさとかその心が揺れ動くことの慣れで、それが来た結果なんだろう、いろんなことに対して不平不満持つようになってしまうっていうのかな。なんか案外自然にこうなんだろうな、自然に寄り添った暮らし方したらみんな治ったりしないかなってちょっと期待感はありますね。ちょっと違うかも分かんないですけど、最近あの関係性っていう言葉に、あのすごく自分自身が救われてるんですね、で例えばその京一さんがああいう絵描くじゃないですか、坂本さんがすげえ細かな絵を描く、で僕なんかよく文章を書いたりします。いろんな表現もそうだし、いろんな仕事もそうだし、要するに自分というその一人の存在だけでやってることは要するに一個もないっていうことですね。それ言われました。いつもあの針に行くおばちゃんがめっちゃ厳しいんですよ。何も言わないのに、あの鍼灸受けてて、で鍼灸に行くおばちゃんもう70後半80手前ぐらいなんですけど、その人めちゃくちゃ口悪いんですよ。もう言わないでほしいことしか言わないんですよすごい特技やねそれね。でも会った瞬間に、あんたあれだね、あのそういう何でも悪い方向に考えるように生きてきたんだねって初めて会ったのに言われたんですよ、やべえなと思って聞いてて、あんたはきっと今こう思ってるでしょ、一人でこう自己完結するような生活がしたい絶対思ってるでしょってちょうど思ってたんですよ、そうじゃないんだよ社会はって、みんな人と人がつながっていろんなものを循環させて生きてるから社会って成り立つし、前来てたお客さんになんか自分の娘がゴミ収集車のなんだろう、そういう運転手かその入れる人か分かんないけど、ゴミ収集する仕事で食ってる人と結婚するの嫌だみたいに言われた時に、本当にだったらその人がいるから自分たちはこう綺麗に過ごしてるわけで、常にどんな仕事がいい悪いとかいうもんでもなくて、あるだけで素晴らしいんだよ、でこう循環して生きとるわけだから、あんた一人で生きてるんじゃないのって本当に言われました。で僕はその関係性っていう言葉で本当救われた気がしてですね、例えばその本にしても、さっきも朗読してくれたように、僕がその著者として名前が出てますけれども、いろんな人の詩が登場したりするし、絵が登場したりとかするし、書いてることもね、自分の考えも書いてますけれども、誰かのことを書いたりするんですよ。だからその自分がまあそれを その代表して書いたんだろうけれども、やっぱり一人で書いたもんじゃないっていう意識がずっとあってね、あったんですよ。けど自分が書いたように言われるし、それは間違いないことだから、どうこう折り合いをつければいいのか本当悩んだんですよね。その時に関係性っていう言葉をね、知って、まあ、関係性って言葉は昔から知ってますけれども、それにはこういう意味があるんだということを、教えてもらってすごい楽になりましたね。関係性で書いたんだ、自分一人でやったことじゃないんだって思うことが楽になりましたね。やっぱ人によって楽になること違うから、なんかいいですよね、その自分で見つけていくってことって。そうですね、だから本当、自分一人でやれてることは一個もないはずなんですよ。だって僕らが着てる服も誰かが作ったから買えます。そうですね。で今例えばこの場があることとかね、そうですね、とか全部そうですよね。そうなんですよね。この20年人が生きるために約200万人の方々のエネルギーをもらわなきゃいけないらしいんですよね。さっきのこの流れでいくと、この水にしてもここに到達するためにも最低10人は絡んでると思うんです。作る人、運ぶ人、そしてこれを売る人も含めて。そうなるとこうやっぱり自分たちはこうつながってるっていうところをどっかにこう見えないから忘れてしまってるっていうのはよくあると思うんですよね。でこの五感ってすごくこの本当に形あるものしかこう感じることができないじゃないですか。この見えないものをこう感じる力、それを多分六感っていうと思うんですけども、この六感の部分、さっきの僕マスクマンがこう、関連妄想っていう言葉でこういろいろと見えないその問題をあたかも目の前にあるような感じでこう心臓ドキドキしながら、時にはイライラしながらっていうことをこうやるでしょ。でもそんな今あることでもないものを感じないようにしろよと、その方がいいんじゃないかって言ったことがあったじゃない。
でもその関連妄想のアンテナ、うん、それを治療中でしょ、それをなくそうとすることがゴールでしょ、うん、いやいやなくしたくないですよ。でも治療では関連妄想をなくすために、ね、お薬飲んで、まあまあ、でもちょっと今言おうと思ってたことなんですけど、この僕が尊敬しているこの YMO の細野晴臣さんが言ってたんですけど、うん、あのみんなやってることは一緒だと、どの時代でやってることを、ただその人のフィルターを通して違う個性が生まれるっていう、でこの連綿と受け継がれて循環していくものだと、俺は文化とかそういうものは、だからその人のその細野晴臣というフィルターを通してその本質を作り出そうと頑張るという、でその頑張ったこのものが大切みたいなのがいけないんですかね。うん、よく分かった。その人がその頑張ってその細野晴臣というフィルターを通して、うんうん、じゃあ分かりやすくライディンを作って、その当時ヒットチャート何位とかになって、でこの何位っていうのが一人歩きしてるんじゃないのかと、うん、そうです、そんな感じですね。あの関係性とともに最近出口っていう言葉をねよく使ってて、まあ、出口っていう場合と校門っていう場合があるんですけど、校門っていうのはその皆さんが一人一人持ってるあの校門ね。あ、そっちですか。そっちの校門。学校の入り口かと思った。違う。入り口というより、校門、学校の校門は入り口にも出口にもなれるでしょ。でも一般的にその我々の持ってる校門っていうのは出口でしょ。そうですね、出口。出口やんか。まあ、すごいなんか特別なアレの時に入り口になる場合もあるけれども、あのすいません。おおむね出口じゃないですか。おおむね出口じゃないですか。はい、要するにそのさっきの関係性の話とつながってて、こう物を食べてですね、こうそこに至るまでには本当いろんなこういろんな作用とか環境の関わりがあって最終出口に行くわけでしょう。だからその関係性がここにたくさんあるわけなんですよ。でたまたまだからそういう関係性を経て、ライディングが生まれる、例えばね、京一さんの絵が生まれるとか、誰かの言葉が生まれる、それはだからやっぱり関係性を経て、出た出口から出たっていう、はい、そこだけなんですね。そうです。それが文明っていうか文化ってやつなんですよね、うんうん、でその後に時代が過ぎた後になんかその結果残したものだけが残っていくみたいな感じなんですかね。まあ、その出口から出たものにやはりこうまあ優劣がついたりとか役に立つとか立たないとかそういうふるいはやっぱあると思うんですけどもね。そうですね、あると思います。ちょっと心理学のラカーンさんって人がいて、この方が子供の赤ちゃんの時にこの父親がすごくなんていうか敵っていうか乗り越えないといけないものらしいんですね。でその時に赤ちゃんは革命として糞便をするみたいですね。いや革命の糞便は隣の方もやってますよ。なんか、ね、村上さんねやられましたよね。残り5分でこの締めで行くんですね。糞便の話ですか。革命としての糞便の話ですね、はい、革命としての糞便の話、そうですね、ラジオ収録があるんで塾の名前は出せませんけど、ここでは M としてですね塾がありました。それは3階建てのビルで2階にその M という塾が入っててですね、1階はレストランと床屋が入ってるとこ、2階のワンフロアをですね M が借りてて、3階がそこのビルのオーナーの住居だったんですよね。7LDK、8LDK あったと思います。そこにグループホームを作ろうと思ってですね、大家さん、不動産、もうトントン拍子で話が進んでいった中に、どうも塾の方がずっと反対をして、何度も足を運んで、いや、グループホームにさせてほしいっていうことを言ってきて、言い続けたんですけど、何かあったらどうすんだ、何かあったらどうすんだっていうことでですね、こちらも最初は、腰を低くですね、いや何もありませんからっていうことを言ってましたが、最後の最後、向こうが脅し文句でですね、
分かったと、オタクたちがグループホームに入るんだったらこの塾が撤退するっていうことをですね、僕らに言ってきました。そこはワンフロア借りてて、うちも3階のワンフロアを借りるんですけど、大家さんとしたら何十万っていうお金が入ってるところがグループホームが入ることにより撤退するっていうところをですね、突きつけられても、こちらとしてはもうそんなとこ借りたかったんですけど、こんなとこに住んでたまるかみたいな気持ちに切り替えてですね、もう諦めて帰って、それから1週間ぐらいして夜、とにかくもうそれでカッカッに来てたんですよね。2階にエントランスでこう道路から上がるところですけども、本当夜こらえきれなくなってですね、頭に来て帽子を深くかぶって、あの頃はもう防犯カメラとかあまりない時代です、ポケットにですねポケットティッシュを握りしめてですね、あの今だから言えますけど、ドアの前でうんこしてたの僕です。はい、一応 ありがとうございます。ね、そのうんこの味をね、あの小さい頃にこうやった方も中にはいてですね、あの どんな味だったかも少し、ちょっと苦かったですね。 ありがとうございます。ちょっと苦かったっていうコメントとともに、あの、はい、なんか普段とは違うことをやってみてこう感覚的にこう得るっていうのは、時にはそれはこう、まあ、犯罪につながる部分もあるんですけども、何かこう自分たちはその枠をこう破るこの勇気っていうのは、やっぱりこう一人でそれをこう作ることは絶対できないんだっていうのを、やっぱりあの、なんだろう、いろんな人の話を聞くと、あ、やっぱこの人とつながってるからできたんだとか、この人とこう出会ったからできたんだっていう、よく話をよく聞くんです。今日もあともう数分しかないので、今日まあつながった出会ったっていうことも含めて、皆さんに最後こう本当はこうフラーからねこうお話をこう聞くっていうことをやりたかったんですけども、どうですか、なんかもうもしつながる価格をさらに深めるためにも、最後にこう皆さんからこう皆さん、あ、フラーの皆さんに少しだけこういうことをちょっと伝えたいとかあれば。伝えたい、はい、はい、順番よくいきましょうか、はいはい、じゃあ、まあ、1分前で出ちゃった。あ、はい、ありがとうございました。あの貴重なお時間を割いてすいませんでした。いや、なんかもっと自由に生きてもいいんじゃないかなって思いました。ありがとうございました。さっき関係性と出口って話があったじゃないですか。それで私あの病気の間記憶がちょっと飛んで、そういう時がある時に漫画を描きたいんだけど描けない状況の時に、代わりに記憶になってくれてるのが彼の健太さんなんですよ。でそういう関係性があって、とっても彼には感謝してるんですよ。でそのそれの出口が結婚しようみたいなだったんですよ。ダメですかね。お、あー、嫁に保留でちょっとこれは要検討させてください。今日はありがとうございました。シンキングタイムですね、うん、あれ、え、村上さんはさっきで、ね、なんか閉めちゃった感じ、ね、どうぞ。はい、はい、軽犯罪にならないようにですね、進んでまいりたいと思います。本日はあの貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に木下さんどうぞ。あの会社に行くのが辛いとかね、あの自分の所属する組織に行くのが辛いとか、そういう相談も時々受けるんですけれども、あのさっきやっぱりそのうんこですかとつながるなって思ったのが、いつもね、あのノーパンで行けばいいんだっていうことを勧めるんですよ。ノーパンでいる自分になることによって、何かがこう薄れるっていうかね、乳首 にあの洗濯バサミとかでいいんですけど、そういうことしたらどうかっていうふうに言ってます。辛い時にはノーパンで、はい、ありがとうございます。まさかの締めがそんなことだと、すごいあの進行ってやりづらいなって改めて思いました。でもあの今日はあの皆さんと共有できたこの時間を、またこれからのその暮らしにちょっとあの
生きづらさとかこうえっとこうなんか違和感を感じたときに思い出してください。自分の心や魂は何を求めて今ここに存在してるか、まあ、そこは一人ではなかなか見えたりすることがないので、その時こそ人とつながるチャンスなんだっていうことを改めて皆さんにお土産として、持って帰っていただけるとありがたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。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 